さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場です。 早めか中盤か遅めかかかるタイミングの方で、そうそれだそれだ言ってたらそうだそれにもよるから気持ち作ってこないといけないから。そう今夜は映画ちはやふる無数 B の主題歌になっている新曲無限未来をフルコーラスで初オンエア。早めか。そして今週木曜日に誕生日を迎えるあーちゃんが29歳の目標を研究していきますよ。パフュームロックス。Perfume Locks Starring Perfume。 新曲無限未来を研究せよ。今夜は私たち Perfume の新曲無限未来を初フルオンエアしたいと思います。楽しみだよ待ってた。さあこの曲は3月17日に公開になる映画ちはやふる結びの主題歌になっています。はい、うん、こちら前回もね、うん、ちはやふる上の句下の句、うん、これもフラッシュっていう楽曲が主題歌になっていたんですけれども、はい、今回も、まあ、こう続編が決まったタイミングで、うん、もうすでにオファーいただきまして、はいね、直接お話いただいてね、うん、メンバーがおる時にね、そうすごいね嬉しくって、うん、でもあみんな今テンション上がっとるけ言っとってんじゃろうなっていうそのなんていうのその大人のやつかなって思ったら本当に話が来たから、うん、マジなんだと思って嬉しい。嬉しいよね。やっぱちはや自体もさ読んでたし、うん、物語も好きじゃん、うん、ストーリーのファンでもあるし、うん、すずちゃんたちのファンでもあるから、うん、また今回もできて本当に嬉しいよね。嬉しいです。ありがたい。ね、あの映画の予告編の映像でちょっとだけ無限未来聞けていましたけど、うん、うん、フラッシュとは全く違う雰囲気で、うん、ああなるほど今回そういう雰囲気で来たんですねっていうドキドキしたあの予告、うん、聞くとまた全然印象が違いそう。あその部分だけで聞くのと、うんうん、そうじゃね、うん、うん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 、曲の世界がすごい伝わってくると思う、うん、あの音数少ないところから、うん、サビの華やかさがあるところまで、ね、でも歌詞がね本当に少ないの。そうだね、もうほとんどがベイビーソーベイビーソーベイビーって言ってるんで、うんでタイトルここかいっていうところで出てきますから。確かに。ただでもそれがまたねこうグーンって言葉にねなんかバーンって頭にね来るよね。うん、不思議。うん、さあじゃあ聞いてもらいましょうか。フルオンエアだって。初めて言うね3人でね。うん、合わさって言えるかなでは聞いてもらいましょう。3月14日にリリース、Perfumeで無限未来。皆さんこんばんは、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせて Perfumeです。よろしくお願いします。めっちゃかっこいい。かっこいいね。めっちゃかっこいい、うん、大好きいやー、音もかっこいいけど歌詞もいいんだよね。うん、なんかいい。さよならっていう歌詞もすごく入ってくるんだけど、うん、ほら飛ぶよって最後に絶対言う、うんうん、希望の詰まった、うん、本当に素敵な曲。そうだね、かっこいいね。もう本当にこのちはやふる結びにぴったり、うん、ぴったりだね、うん、私たちは先に映画をね、うん、みんなより先に映画を見たから、うん、映画の、エンドロールでこの曲が流れた雰囲気をなんとなく覚えてるじゃん、うんうん、でもそれを見たことなくてこの曲だけみんな今聴いたわけじゃん、うん、でもどんな感想を持つんだろうなってちょっと思う。そうだね、なんとなく寂しい雰囲気を感じちゃうんだよね。うんうんうん、そう映画見た後だと、うん、最初私聞いた時はそうだった、
うん、映画とか見る前に、うん、歌を入れる時の、うん、なんか歌詞はすごい前向きなことを最終的に言ってるっていうのは、うん、中田さんらしいけど、うん、でも音がすごい寂しいから、うん、そのギャップが切なくて、うん、やられたのよ、うんうん、でもそのこう気持ちの揺らぎとかが、うん、この結びがまさにそういう物語じゃん、ねえ、ねえ、うん、よく表現されてて本当にぴったりだなって思った、うんうん、なんかレコーディングの時はどういう、うん、こう、うん、曲の全体像になるかまだ分からなかったじゃん、うんうん、なんとなくのイメージと歌詞はこうなってますってなったけど、完成を聞いて、うん、なんかこの間とかにすごく気持ちが込められてるというか、こう言葉にできない気持ちをこの感想の音に乗せてあるなっていうのをすごく感じて、うん、言葉が少ない歌でもすごく伝わるものがたくさんある曲だなと思った。うーん、本当にそうだね、うん、なんか確かにのっちの言うようにこのちはやふるを見てないく、うん、この曲だけを聴いてどう思ったのかとか、うん、プラスそのちはやふるももちろんね多分見てくれてて、うん、フルを聴いてこういう風に思ったとか、うん、そのちょっと聞きたいよね。聞きたい、もううちらはもう死ぬほど聴いとるけんさ、ね、うん、でも死ぬほど聴いとるのに好きってね、うん、どんどん好きになるね、うん、なんか最近さいろんなアーティストの曲とかさ聴、うん、いとって思うのが、うん、この人自分の曲めっちゃ好きじゃろうなっていう人の曲って、うん、すっごい好きになるよ。へえ、面白い、不思議なんだけど、うん、だから自分も最近の曲さ、うん、すごい好きじゃん、何回聴いてもさ、うん、好きじゃん、うん、っていう話をすごいするじゃん、うん、だってすごい幸せじゃないって思うよ、うんうん、特に自分たちは自分で作ってるわけじゃないじゃん、うん、けどいただいてる曲なのにここまで好きでいられるって奇跡じゃなって思うの、うんうん、確かに、うん、こんないい大人なのにいろんな意思も出てくるし、ね、希望も出てくるじゃん、ね、なのにもう全て最高だなって思うじゃん、うん、そんなプロデューサーと会えて最高じゃし、うん、ねえ、いやもう多くの人に聞いてほしいですね、うん、さあそして、PTA 発足10周年と5周年、 Perfume とあなたホールツアーが2月14日からスタートします。もうすぐね。そうじゃね、あっという間よ、あと2日後。え、2日後っていうの？もうもう時間的にあと1日置いたらいやー楽しみだな、久しぶりのファンクラブツアー、8年ぶり、うん、ね、すごいね、驚き、ようやっとらんかったね、そんなに、ね、やってないんだ。お待たせしましたです、本当にね。でもなんかそれも希望してさ、うん、お願いしてさ、ね、やらせてもらうことにしたじゃん、うん、なんかバタバタとなんかスタッフさんにはちょっと大変な思いさせたかもしれんけどでもなんかお客さんと一緒にこういう時間を一番共有できるっていうのがね、うん、うちらの願いでもあるし、うん、お客さんからもそういう言葉があったっていうね、うん、なんか共感できる場があって楽しみですね。楽しみ、うん、ぜひ遊びに来てください。たくさんの生徒からの依頼、あーちゃんの29歳のバースデーを研究せよ。あーちゃん2月15日がお誕生日です、おめでとう。ありがとうございます、ありがとう。これでついにパフィーム全員が29歳になります。やばいね、29なんて、あすごいんだけど、大人、マジ大人だね、大人、うん、あと半年あると思ってたのに、うん、もう29なんだ、ね、マジで早いね、早いよ。じゃあ恒例ですが、うん、この1年の何か目標的なものを黒板に書いてください。出た出た出た。ちなみに去年は見出すという目標を書きました。はい、うんうん、なんかね、好きなものや友達が一つ一つあるけど、それがつながったら Perfume にね、つながったらもっと素敵なことになるかなというお話だった。うんうんうん、そうじゃね、うん、そう思うそう思う、素敵なことになるねって思う、引き続きそう思う、うん、でもまあつながっていったかも、うん、お、うん、そう、なんかのっちの友達とか、うん、ゆかちゃんの友達とか、うん、とも一緒に遊べたりとか、確かに、そうだね、うん、で3人で遊びに行ったりすることもあったし、うん、本当に多かっ
ったね、この1年ね。そうそう、だから一番近くにあるものとかことにを見出せたかもしれない、ね。ちなみに去年は生放送教室で、校長教頭と一緒にお祝いしたよね。そっか、東京ガールで。そうそうそう、リリース日だったから、うん、誕生日が。そうだったわ、うん、もう1年経つ。早い早いな。じゃあ書けましたか。はい、お願いします。じゃん、当たり前への感謝。おお、なんか今あるこの自分に置かれた状況とか本当に幸せだなってよくよく思ってるんだけど、なんかそういうことをなんか言葉にすることってあんまりなんかなくて、うん、でも人は愚かだなと思うんだけど、亡くなって初めて大切だったんだなって思って、伝えればよかったのにとか、伝えたらよかったなとか、ああしとけばよかった、こうしとけばよかったってなんか後悔する、うん、だからなくして気づくんじゃなくて、なくす前に今こうそばにいてくれてる人とか、そばにあるものとか、そういう人たちやものを大切にしたいなと思って、当たり前なんてないなって思ったから、うん、29歳と、もう、うん、もうこんなに大人じゃけん、うん、なんかそういう大切なこと忘れたくないなって思います。ちゃんとその感謝を伝える。うん、うん、で、母さんに、うん、母さんとお父さんとこに生まれてほんまに幸せよって、うん、こないだ言ったんよ、うんうん。そしたらお母さんがこんな子が生まれてきてくれるなんて思わんかったよって幸せよって言ってくれて、すごい満たされたよ、うん、自分が今悩んでたこととかなんか引っかかってたこととかぶっ飛んだよね、うん、不思議だなって思うんだけど、だからそれをなんかコニコニずっと思ってるだけじゃなくて、伝えたら実のあることになるんだなっていうのも思ったかな。だから二人にも伝えていくね。うん、ありがとう。いつもそばを追ってくれてありがとう。ありがとう。これからもよろしく。照れずに受け止めることにします。大好き大好き。あーちゃん本当におめでとう。ありがとう。 It's so happy。いい時間だったな。めちゃ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 良かった。3人の気持ちとあーちゃんの気持ちと、うん、ね、そうですね、全部がこうね天に昇ってで、みんなパビウムが大好きなみんながそれをこうニコニコしながら、うん、見上げていて、この季節だけども全くその寒さ感じず暖かい気持ちにしか なかったし、そこには、うん、そうだね、なんかやっぱここまで来たからこそ思えることもきっとあったんだろうし、うん、なんか改めてあんなこと言えるってすごく素敵ですよね。関係が素敵じゃなきゃもう絶対言えないというか。そうだね、うん、歌詞3人のうちの1人が歌詞歌だから、うん、あーちゃんのあの言葉も出たんだろうなとも思うし、うん、3人のうちの1人がノッチだからあーちゃんまあいう言葉出たんだと思うし、うん、で一緒に共に歩んできているのが歌詞歌とノッチだから、はい、あーちゃんはああいう言葉が出たんだろうなとも思うし、うん、ずっと共鳴し合っているし、うん、これからもそれは変わりないし、うん、29歳、はい、ちょっとまだ早いけども、うん、あーちゃんおめでとう。おめでとうございます。無限未来かっこいい。続きまして無限未来かっこいい。いや、なん俺思わずメモりましたけど、なんか精神の向こう側みたいなことを書いてしまって、うん、なんかものすごい大きい大きい世界な感じもするけど、うん、なんかものすごい自分の心の深いところにもあるみたいな音に聞こえて、うん、なんだろう、それがすごい新しい気持ちでしたね、聞いてて。そうだな、俺もすごい新しいっていうのをもうめちゃめちゃ感じて、うん、どんどん変化していってるし、うんうん、
例えば10年前に日本にいた人がさ、はい、Perfume を聞いてさ、はいはい、10年間聴かずに、うん、今この無限未来を聞いた時にびっくりすると思うんですよ。この間にどんな道を歩んでどういう奇跡を経てここにたどり着いたんだっていう驚きがめちゃめちゃあると思うなと思って、うんうんうん、でもその変化が俺はもう楽しくてしょうがないし、うん、で単純に3人も言ってたけどもめちゃめちゃかっこいいからかっこよかったね。早く俺全然ね、はい、その何レコード会社の人間でも何でもないけど、はい、知ってますよ。あ、知ってました。知ってますよ。もうたくさんの人に聞いてほしいし、はい、Perfumeの新曲ってこれよ、うん、すごいとこ行ってんだよっていうのをもう言いたくてしょうがない。今のPerfumeをね、聞いてほしいですね。3月14日リリース、あと1月ちょい、はい、映画ちはやふるの主題歌ね、映画は3月17日から公開、楽しみなことだらけだ、はい、明日のこの時間はスクローブロックの進路室の大王アレキサンドロス先生が登場。アレキサンドロックス、スクールオブロック。